社長、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。可愛い色味。どっち来い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 。結構好き。おー、めっちゃいい匂いけど。センスええやろ。ちょっとプレゼント考えてまして、女性の社長なんですけど、ちょっと助けてください。ちょっと強めな人なんですよね、まあ、人柄が。ああ、なるほど。気持ちよさ。お疲れ様です。あ、タンプレ言います？え？タンプレ、はい、タンプレ。タンプレプレゼント？え、私？はい。で、もしかしてタオル欲しいって言ってたから、タオル？そうそう。このタイミングで？今この瞬間、この路上で。ちょっと見てみよう。育てるタオルらしいですよ。あ、使えば使うほど良くなってくみたいな。そうそう、なんか洗濯したらふわふわになるらしいです、メッセージカードとか入ってるやん。それはもうハッピーバースデーですよ。これ絶対橋口くん考えたんちゃうやん。マジでなえる。いや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 、超オシャレなんやけど。いや、もう社長に普通のタオルは渡せないですよ。色がめっちゃいいでしょ。色がハイセンス、高級感あるやん。はい、じゃあこれをこれから使って育てるわ。お願いします。こんなところで。じゃあ、そして次別件あるんで。はぁ、失礼します。これで終わり。これで終わり。ありえんくない。社長、よし、実はちゃんと用意しましたよ、ホワイトデー。え、どうぞ。やばー、じゃじゃーん。待って、めっちゃやばない。え、すごい、めっちゃ可愛いねんけど。すごくない、この花。青いさ、バラ。はい、探した。めっちゃ探しました。ちょっとドヤ顔してみよう。いや、まあ探したんで。え、バリオシャレやん。そうでしょ。え、でもこれは動画にはあげへんね。え、なんですか。だってそんなん別に動画にあげるから買ったんじゃないの。好感度上げるために買ったんじゃないでしょ。いや、まあでもせっかくやから、まあ動画にもあげるつもりで今カメラ持ってるんですけど。なんか怪しいな。いやいやいや、純粋な気持ちに思わないくなってきたけど。え、気持ちです、気持ち。え、でもありがとう、欲しくてめっちゃ嬉しい。イエーイ。ちなみに社長、青いバラって、花言葉が夢が叶うらしいです。夢が叶う、夢が叶う。え、待って、バリキだよ。え、喜んでくれると思った。いや、嬉しいけど、やりすぎちゃう。いや、めっちゃ嬉しい。ありがとう。僕はね、社長の YouTube の成功を祈ってやらせてもらってるんで。めっちゃいいやつやん。